こんにちは、ブティック社です。今回は縁取りバイアステープの作り方をご紹介します。バイアスとは斜めという意味です。布の折り目に対して45度に細く裁断した布を端を折ったり加工したものをバイアステープと言います。どうしてバイアスにするかというと、布のバイアス方向は伸び縮みしやすい性質があるためです。こちらはストライプの布でカーブ部分をくるんでみました。左は横地で裁断したテープを、右はバイアスで裁断したテープを使っています。横や縦地のテープはカーブに沿わず、テープが波打ってしまいます。バイアスのテープはカーブに合わせてぴったりと沿っています。このため直線やカーブどちらも使えるバイアステープは用途が広く、手芸店でも多く取り扱っています。バイアステープについては別の動画で詳しく解説しています。詳しくはこの動画の概要欄をご覧ください。バイアステープは市販のものもあります。ですがテープ部分を目立たせたくない時などは好みの布で作ることもできます。今回は縁取りタイプのテープの作り方をご紹介します。それでは始めていきましょう。縁取りテープは端が 0.1 センチほどずれていると、ミシンで縫い付けるときに縫い目がテープ端から外れにくく便利です。この端がずれているタイプを作っていきます。この布地を使って1センチ幅のテープを作っていきます。計算式はこちら。出来上がりの幅は今回1センチ。伸び分とは、バイアス布はアイロンで折るなどの作業で布が伸びると出来上がりの幅が細くなってしまうため、裁断の時にあらかじめ幅を足しておく分のことです。布の伸びやすさによって 0.2 から 0.5 センチあたりで調節します。今回は伸び分は 0.2 センチにします。カットする布の幅は 4.2 センチです。布を裏側にします。定規とジャコペンを使います。クロバーの水性チャコペンは時間が経つと自然に消えるので便利です。布目に対して45度に線を引きます。角から少し離れた20センチほどのところに印をつけて線を引きます。今引いた線から 4.2 センチを方眼定規で測りながら線を引いていきます。方眼定規は見やすくて線が引きやすいのでおすすめです。線の通りに布切りハサミでカットします。カットした布を必要な分だけつなげていきます。カットした布の端は布地の切る場所によって形が違うので揃えます。端同士が平行になるように赤い線の部分をカットします。端同士が平行になりました。布端から 0.5 センチのところに印をつけます。布の表面同士を合わせます。印を合わせて待ち針で留めます。この時にテープの両端を合わせると、つなげたテープに段差ができてしまうので注意しましょう。
ミシンで印の位置を縫います。アイロンで縫い代を開きます。余分な部分をカットします。これを繰り返して必要な長さの分をつなげます。まず布端を 0.2 センチずらしてアイロンで折ります。布が伸びやすいので引っ張らないように注意しましょう。アイロンの熱が冷めたら折ったところを開いて片側の布端を待ち針で留めておきます。さらに折り目に向かってアイロンで折ります。この時布の端同士が重ならないように折り目から気持ち離します。片側を折ったら、もう片側も同様にして折っていきます。中央の折り目を戻して、もう一度アイロンをかけます。0.1 センチ端がずれた縁取りバイアステープの完成です。市販のテープメーカーでもバイアステープが作れます。このテープメーカーでできるのは両折りテープです。両折りテープを半分に折って縁取りテープを作るので、作りたい縁取りテープの幅の約2倍のテープが作れるテープメーカーを選びましょう。説明書に書いてある通りの幅で布をカットしてつなげます。テープメーカーに布を通します。ある程度入れられたら目打ちを使うとスムーズに通せます。待ち針で布端をアイロン台に留めます。テープメーカーを引きながらアイロンを当てて折り目をつけていきます。テープメーカーから布が出てきたすぐ横あたりでアイロンをかけると布が広がらずテープ幅が均一になります。端を 0.1 センチずらしてアイロンで折ります。縁取りタイプのバイアステープができました。テープメーカーを使うと簡単に手早くバイアステープを作ることができます。今回は縁取りタイプのバイアステープの作り方をご紹介しましたが、いかがでしたか？これからもブティック社の動画では、手作りに役立つ作り方や縫い方などを解説していきますので、お楽しみに。